皆さん、こんにちは。アルキビートです。いきなりなんですけど、私は自分教を信じてるんですよ。まあ、常連の方は分かってると思いますけど、改めて自分教について説明しておくと、何か価値判断をするときに、自分の目だけを信じて、その価値を判断するっていう考え方なんですよ。まあ、つまりですね、ここに自分がいますね。ここに自分がいて、ここに何かものがあるんですね。 で、物を、え、評価するんですよ。この物は、いいものなのか、大したことないのか、自分にとって必要なのかどうなのかってことを、え、判断するわけなんです。必要であれば、手に入れるべきですよね。じゃあ、これって、価値があるのかどうかっていうのを、この、自分の目だけで、判断しましょうというのは、自分教なんですよ。いやいや、当たり前じゃんって言われるかもしれないけど、いや、違うんですよ。大抵の人は、 こういう他人のですね、他人の評価っていうものに、たくさんいますね、こうやってね、近所の人、自分の両親、友達、彼女、同級生、いろんな人がこの人、このものを評価してると。で、みんながどういうふうに評価してるのかなっていうところに、自分の目をですね、すり寄せていくっていうのが、よくある人なんで、これはみんな日っていうんですね。 えー、みんなが評価してるその評価に自分は従いますよっていうのがみんな表です。私はこいつらの評価は一切関係ありません。こんなやつは関係ない。これ自分じゃないんだから、自分にとって必要かどうかってことを考えます。皆さんにとって必要かどうかは自分にとっては何の関係もありませんっていう、まあ、これを徹底しましょうっていうのが自分表なんですね。もう少し具体的に説明すると、 今、田舎にいるんですけども、田舎で動画作ってるんですけど、あの、田舎は自動車がないと生活できませんっていうのが、ま常識ですよね。でも私、自動車持ってないんですよ。てか、運転免許も持ってないんですよね。で、あれ、歩き人さん、車乗らないんですかって聞かれるんですよ。いや、乗らないです。え、でも運転免許はありますよ。いや、ないです。え、なんでないんですかなんでないんですかじゃなくて、 <laughs> じゃあなんであなたは自動車に乗るんですかって、こちらから聞きたいぐらいなんですよ。自分は必要ない、必要だっていう判断をしてないからい、いらないだけであって、じゃああなたは必要だと言うんだったら、なんで、なんであなたは自動車がすごく有用なものだっていう判断したんですかって、そちらを聞きたいんだけど、でもそれに答える人はあまりいないですよね。いや、だって当たり前じゃん。だって必要、え、だって。 だって田舎だもんとか、<laughs> そんな感じですよ。うん、でも、だから、まあ、大抵の人っていうのは、その自分にとって自動車が必要か必要じゃないかってことを徹底的に考えるまでもなく、まあ、最初から田舎は車必要だっていう、まあ、常識に従って価値判断をするんですよ。まあ、それがみんな今日なんですね。でも私は、みんなが自動車必要としてるかなんか、その全然関係がないから、もう自分の目から見て必要なものしか買わないんですよ。 視聴者の方は、なんか歩き人っていつもこの話をすると自動車をやり玉にあげるよね。自動車に恨みでもあるのか。交通事故にあって怪我したことがあるから自動車を悪者扱いしてるんじゃないかとかね。思うかもしれないけど、いや、それがまさにみんな今日の思考なんですよ。自動車は買うのが当たり前っていう思考に染まってるから、それはいらないよっていうと、なんか特殊な考えを持ってる人って思われるかもしれませんけど、まあ自分今日の考えを示すのに、 すごくいい例だから使ってるだけなんですね。で、ある意味自分教って自然な思考回路だし合理的じゃないですか。ですよね。でも人ってなんだかんだ言って他人の評価に影響されちゃうもんなんですよ。まあ、例えば旅行行くにしてもなんかあそこの観光地すごくいいらしいよ。滝が流れてていいらしいよ。温泉もいいらしいよってね。えー、SNS で今人気の えー、観光地とかね、なんかそういう話聞くと行きたくなったりとかね、今人気のラーメン店、ラーメン,ラーメン屋なんてさ、ラーメン屋がこちらにもあってですね、あのー、こちらのラーメン屋にはたくさん人が並んでる、行列できてるとこちらの、こちらのラーメン屋には全く人が並んでないっていうと、なんかこっちのラーメン屋の方が美味しいんじゃないかっていうふうに思っちゃいません実際はうちに その右側のラーメン屋の方が美味しいっていう情報はないんですよ。ないんだけど、でも行列が作ってるからには美味しいに違いないと。で、まあ、実際自分もじゃあ並んでみましょうかって感じで並んで、で1時間ぐらい並んで,で、ラーメン屋に入って食べてみると、まあ、そこそこ美味しいわけですよ。おおよ、やっぱり行列のできるラーメン屋っていうのは美味しいんだなってね。<laughs> いや、こっちだってね、こっちだってそこそこ美味しいんですよ。美味しいんだけど、でもやっぱり行列に並んだっていうところでね、やっぱ美味しいに違いない。 美味しいに決まってるっていう、そういうさ、そういう、その気持ちが、その、ね、あの、実際になんかこう、プラシーボ効果じゃないけど、美味しく感じさせるっていうところありますよね。でもそういうのを自分教は全部アホらしいって却下しちゃうんですよ。みんなの評価なんか信用しません。もう自分の目しかね、もう自分の目しか、自分の、自分のこの目しか信用しないよってね。 それが自分教なんですよ。自分の目で判断するのは当たり前のことなんだけど、それを徹底的に、もう原理主義なんですね。もう原理、原理主義。まあ、原理主義っていうのはなかなかね、世間では異端と思われることがあって、例えばキリスト教でも、あの、エホバの証人って言いますよね。あれ、まあ、キリスト教系信仰宗教らしいんですけども、 あのエホバの証人って、あのー、キリスト教主流派からするとこれ異端じゃないですか異教徒じゃないですかこれなんでかっていうとエホバの証人っていうのはもうとことんね聖書に書かれてることを守りますっていうそういう主義なんですよねもう、まあ、聖書なんてさもう昔の話なんだからもうその時代その時代に沿った書き方されてるし それをそう一語一句それ従ったってしょうがないじゃんって思うかもしれないけど、いやでもやっぱ、でもそんなそんなそんな、やっぱりね、聖書に書かれてることをね、守るのは基本だろうっていうね、まさに原理主義なんですよ。だから、エホバの証人って、もう異端じゃないですか。うん、だから自分教も異端児なんですよ。ね、変なやつなんですね。っていう話をすると、なんか自分教って、 危ない考え方なのかなって思われる方もいるかもしれませんけど、実はそんなことはなくてですね、むしろめちゃくちゃ安全なんですよ。これどうしてかっていうと、自分教っていうのは自分の目をですね、信用するわけですね。自分の目を絶対的に信頼するのが自分教だから、他の人の目っていうのも、その人にとってはすごく重要なものなんだろうと考えるわけですよ。自分にとって、その自分の生活って っていう範囲の中では、自分の目を徹底的に信頼して、自分にとって必要なものは買います。必要じゃないものは買いませんっていうね。もう自分の価値観、至上主義なんですけど、でも他の人の目っていうのもやっぱりその人にとっては一番重要なものなんだろうと考えるから、じゃあ自分の価値観を他の人に押し付けていいかというそういうわけではないわけですよ。となるとね、あのー、まあ、人と付き合う中で、やっぱりこう、何かしらこうぶつかってしまう時があるでしょ。 で、ぶつかっってしまった時に、じゃあ、そこでどう折り合いつけるかっていうと、いや、それはもう最低限のルールを守るってことに尽きるでしょうって話になるわけですよ。じゃあ、最低限のルールって何かっていうと、やっぱり代表的なのは法律ですよね。だから、自分教っていうのは法律、厳守なんですよ。法律は何が何でも守りましょうっていうのが、あの自分教の、えー、教義協議なんですね。で、法律は厳守しなければいけないわけだから、 例えば、みんなが法律破ってるから僕もね、破っちゃえとかね。みんながスピード違反してるから自分だってスピード違反したっていいよね、とかね。本当だったら、町内会は任意団体であって、入るのも入らないのも自由なはずなんだけれども、でも昔からの伝統で、この町内に住んでたら町内会入るのが当たり前っていう習慣があるから、入るの当たり前だよね。入らないやつはおかしいよね。入るの、入んなきゃいけないよねっていう風に、 だって最高裁で町内会に入ることを強要することは違法であるって判決出てるわけですから、町内会に入れって無理強いすることは法律違反でしょその法律違反をみんながやってるからっていう理由で人に押し付けるのは、これはもう自分教としてはね、絶対許せないわけですよ。だから私は町内会をぶっ壊すって言ってるわけなんですね。こういう自分教の考え方って合理的かつ、 正義感もあって素晴らしいって割れながら自画自賛してるんですけど、割、まあ、れながら自画自賛って日本語としておかしいか。まあ日本語を正しく使うっていうのも、あの、それも自分教の教えなんですよ。みんなが間違って使ってるから、なんか雰囲気っていう言葉がありますけど、みんななんか雰囲気って呼んでるから、雰囲気でいいじゃないかとかね。それダメなんですよ。それダメですと。 そんな風に、なんかみんなが言ってるからって言って言葉をねじ曲げていたら、もう伝わるものが伝わらなくなっちゃうじゃないですか。だから、まあ、確かにね、日本語だって時代とともに変わるものではあるけれども、やっぱり国語辞典に従うべきじゃないのっていうね、いや、大変合理的で、まっとうな考え方。いや、自分教って素晴らしいなって思うんですけども、でも実は自分教って、自分が、 でではないいってことに最近気づいたんですよ結論から言っちゃえば、自分教の教祖は私の両親だったんですね。両親の思想心情によって私は自分教になったんですよ。例えばですね、私は小さい頃埼玉県に住んでたんですけど、まあ、埼玉県の、まあ、田舎ってほど田舎ではないけども、都会ではないという中途半端な場所に住んでたんですけども、あのー、 まあ自分の家があってですね、他にもいろんな家があるんですけども、あの自動車を持ってるのは当たり前なんですね。え、一家に一台というか、一人一台、え、お父さんの車、お母さんの車みたいな感じで、あの、自動車が家に一台もありませんなんていう家はほとんどないっていう、そういう地域だったんですよ。でも、うちは、 自自動動車車ななかかかっっったたししももも両親ともに自動車の運転免許も持ってなかったんですねいやあれですかねうちの両親だってそんなに都会っ子ってほど都会っ子じゃなくて青森に住んでたりとか千葉に住んでたこともあったりとか山梨に住んでたこともあったりとか そんなにその大都市志向ではないんですね。でもそれでも自動車の運転免許すら持ってないというね、大変非常識な両親のもとで私は育ったわけなんですけど、だからさ、家にガレージってあるじゃないですか。で、ガレージがスカスカなわけですよ。まあ、自転車ぐらいは止まってますけど、でスカスカなもんだから、や、歩き人さんちって、車一台も持ってないんですね。珍しいですね。って近所の人言われましたんでね。 自分以外の家はみんな自動車を保有しているっていう地域で、うちは自動車がなかったんですけど、じゃ不便に感じたかというと全く不便に感じないんですよ。買い物は自転車で、自転車でね、行くし、まあなんかね、あの結構私小さい頃、あの、病弱っていうかまあ体弱かったんで病院に行くことあるんですけど、まあ病院行くときはタクシー呼んでね、えータクシー呼んだってさ、 あの、自動車を買ってそれ維持するよりは安いじゃないですか。だから別にタクシーで別に問題なかったし、別に何にも不都合、不便、全くなかったんですね。でそういう環境で育ったから、私は、あ、そっか。みんなが持ってるものを自分が持っていなくても、全く不便はないんだなってことを学んだんですよ。みんなが持ってるから、 自分も持っておかなきゃいけないっていう考え方が間違ってるんであって、みんなが持ってる、そんなことは自分には何の関係もないと。みんなが必要としているものを自分が必要とするとは限らない。むしろ、みんなが必要だとしてるからこそ、間違って自分が必要でもないものを買ってしまわないか、気をつける必要があるねっていう、そういう自分教の基本理念を小さい頃に学んだんですよ。あと、それからね、 小学生の頃、テレビゲーム流行ってたんですけども、今でも流行ってると思いますけど、テレビゲームっていうのはなんかこうテレビにこう、えつ、ー、ないでですね、なんかピコピコやってなんか、なんか、なんかゲームですかね、なんかこう、えー、なんか人が戦ったりとかするなんか、まあそういうゲームあるじゃないですか。で、まあ同級生たちは、あの、みんなテレビゲーム持ってたんですよ。いや、みんなです。テレビゲーム持ってない子は一人もいないです。私が知る限り。でもうちはテレビゲームなかったんですよ。 まあある時、うちの母が話してたんですけども、他のお家では、友達がみんなテレビゲーム持ってるから、ゲーム持ってないと、うちの子だけゲーム持ってなかったらかわいそうだから、ゲーム持ってないと、友達が遊びに来た時に、あの、一緒に遊べないでしょだから、遊びに来たら、ゲームやろうぜって話になるから、その時に、うちにはゲームありませんだと、ゲーム、テレビゲームはないけど、将棋ならありますって、 じゃあ、盛り下がってしまう。それじゃあね、友達が遊びに来てくれなくなっちゃって、自分の子供がかわいそうだからゲーム買ってあげるんだそうなんだけども、でもうちはみんなが持ってるからっていう理由で買うなんてバカバ、バカ、バカらしいから買わなかったっていうふうに、まあ実際母がそう話してましたからね。まあ同級生の子たちはみんなテレビゲーム持ってるけど、自分一人だけ持ってません。じゃあ、 自分だけ持ってないなんて惨めだなって思ったかというと、いや別,に別にそんなことないですからね。なんかプラレールとかは買ってもらってプラレールで遊んだりとかしましたけど、別にテレビゲーム持ってないから、んでって感じで、別にテレビゲームが欲しいって思ったことも別にないんですよね。 そこでもやっぱりみんなが持ってるものは自分にとっても必要とは限らないっていうそういう考え方がもう小さい頃から身についちゃってるわけですよ。てな話をすると視聴者の方は歩き人さん家は貧しかったのかなとかなんかちょっと両親がひねくれ者で流行には背を向けてやるわっていうそういうちょっと変な思考の持ち主だったのかなとかね。 まあそんな風に思われるかもしれませんけど、いや、どちらとも間違いなんですよ。うちは、そんなに貧乏でもなくて、だって、一年に一回ぐらいは旅行行ってましたし、どこ行ったかな例えば、えっと、上高地行きましたね。上高地行ったでしょそれから、あの、京都。ま、京都の伏見稲荷とかも行ったことありますし、あと、埼玉県だったら、三つ峰っていう、三つ峰神社っていうのかな。 あの、秩父の、秩父の奥の方の三,つ三つ峰三峯も行ったことありますし、あと、千葉県の銚子とかね、銚子とか、あと北海道、北海道の、まあ、知床と,とかも行きましたし、うん、本当ね、いろんなとこ行きましたね。まあ、そんな風に一年に一回は旅行に出かけてたんですよ。でしかも、あの、流行に背を向けてるかつ、別にそうとも限らなくて、あの、パソコンとかね、 パソコンとか、あと携帯電話だって、あの、導入しましたし、携帯電話なんてそんなね、最近の流行りものは必要ないパソコンなんてそんなものいらないんだワープロで十分なんだいや、昔はね、あの、私が小さい頃はワープロってあったんですよ。ワープロっていうのがあって、ワープロっていうのはその、文章を作成するための機械なんですけど、要するに i u イをって打ち込んで、それを印刷するっていう、それだけの機械なんですね。でもある時から、 今はパソコンっていう便利なものがあるからパソコン買いましょうって言ってパソコン買って、でパソコンでワード機能もあるから便利だよね、みたいな感じでパソコンだって導入したしインターネットだってあるし、携帯電話もあるし、別にその流行には何でも逆らってやれって別にそういう風にひねくれてるわけじゃなくて、純粋に必要なものは買いましょう。携帯電話も便利だから買いましょう。でも自動車はいらないから必要ないじゃん。テレビゲームだって別に <laughs> 必要ないじゃんって感じで、あのー、 でもこれ自分教,自分教以外は何者でもないんですよ。もう完全なる自分境。もう、みんなが必要としてるからなんて関係ない。みんなが関係ない。自分にとって必要なものは買う。必要じゃないものは、必要じゃないものには1円たりとも出さないっていうね。もう大変、あの、がめつい合理主義だったわけですよ。あ,あそれから時々、外食なんかも行ってましたよね。まあ、何だったかな、馬車道とかバーミヤンとか、まあ、そういうレストランがあったんですけど、 あのー、時々外食もしてましたから、別に決して貧乏な家庭ってわけでもなかったんですね。で、まあ外食に行くときに、まあ、自転車乗っていくんですけど、でも私自転車乗れなかったので、あのー、お母さんのその後ろの、なんていうのかな、ところに乗せてもらって、結構小学校3年生ぐらいまで結構お母さんの自転車の後ろに乗って、 で、まあ、買い物行ったり、外食行ったりとか、そういうこともありましたね。いや、あのね、私が、あの、いた場所だと、あの、小学校は、歩いていくんですけども、これ小学校ね。小学校までは、みんなこうやって歩いていくんですね。だけど、中学校は、自転車中学、通学が認められていて、もうみんなね、自転車。もう中学生は自転車っていう風にですね、村の掟で決まってるんですよ。いや、別に歩いて行ってもいいんですよ。歩いても行ってもいいんだけど、 まあちなみに自分の家から小学校までは1キロでしたね。毎日1キロ歩いて行くんですけど、中学校までは2キロメートルぐらいありました。で、あの、自転車で通うっていうのはもう常識中の常識。もう暗黙の了解というか、中学生になったら自転車で通わなければいけないよって、親に教えてもらうまでもなく子供自身が肌で感じてるぐらい、もう暗黙の了解だったんですよ。だから、あの、小学生のうちに自転車の練習をして、 まあ自転車乗れるようになりましょうっていうことでですね、まあ私も自転車乗る練習をしたいって自分から言って、ああそうか、じゃあ補助輪取ってみましょうかって言ってね、自転車の練習したんですよ。したらね、転んじゃったわけですよ。こてんってね。で、膝すりむいてさ、痛いじゃないですか。で、もうやだって言って、もう自転車なんか嫌だ、こんなもん乗れるわけないじゃんって言って、もう10分ぐらいで私は自転車諦めましたね。もういや、自転車やっぱりやめるわ。 って言ったら、親はどういう反応したかっていうと、あっそうって感じでしたね。あ、自転車やめるんだ。へぇ、うん、あっそうって感じで。もっと一生懸命練習しなさいとかね。中学校に行ったら困っちゃうよとかね。そんなこと言わないんですよ。別に、あっそう、うん。中学生になったら、みんなが自転車で通う中、自分だけ歩いていくもんねって言っても、あっそう、それいいんじゃないそれだけですよ。<laughs> まあ、ある意味、放任主義 っていう感じもするんですけど、でも、子供に甘い親っていうわけでもなくて、なんか私の母曰く、いや小さい頃、スーパーに一緒に買い物に行って、なんか他の子を見てると、お菓子買って買って、おもちゃ買って買ってって、こうやってだっこねてる子いるじゃないですか。もう買って買ってくれとか言ってさ、あの、お菓子売り場で泣いてる小さな子とかよくいますよね。 ああいうこと一度もなかったって話してましたね。あの、ある時、いいかいあの、これから一緒にお買い物行くけど、今日は夕ご飯の、あの、おかずとか、その野菜とかお肉とか買うために行くのであって、お菓子とかおもちゃとか買わないからねってね。これからも、あの、誕生日とかね、あのー、何かプレゼントとかあげるけれども、普段の買い物で、何か、 おもちゃ買ってあげるとか、そういうことはするつもりないからね、そのつもりでよろしくって、まあ私に言い聞かせてたみたいで、あ,あ、そうなんだ、そっかそっかって、すごく納得してたんですよ。だから別に、あの、一緒にお買い物行っても、別におもちゃ買ってとかね、だだこねるってこと一度もなかったみたいですね。まあそんな風に育ってきたことで、私はルールは厳守。かつ、 自分の目しか診療しないという徹底的な合理的思考っていうのが身についていったで。それは両親の考え方によって形成されていったんだなってことが、まあそう思うんですよ。そういえばですね、ある時母がこんな話をしてましたね。今日知り合いの人に、なんであなたは髪の毛を染めないんですかって聞かれたよって言うんですよ。まあうちの母は別にその髪の毛染めたりとかしてないんですけど、 え真っ黒なんですけど、えーまあ、白髪とかあるかもしれませんけど、なんで茶色に染めないんですかって知り合いの人に聞かれたみたいなんですよ。で、別に染める必要感じないからって答えた。って妙に誇らしげに私に言うんですよ。まあ、当時は特に女性は髪の毛を染めるのが流行っていたので、あれなんであなたは流行りに乗って髪の毛染めないんですか でも私の母からすると、んじゃ、なんで逆に染めるのさってね、染める必要があるなら染めるかもしれないけど、別に染める必要がないのになな、なんで染める、なんで染めないんですかって、そういう質問が成り立つんですかってね、逆に聞きたいよ、なんであなたが染めるんですかってね、そっちを聞きたいよっていう、そういうことなんですよ。でもそのの質問をした知り合いの人にとっては 今、髪の毛を茶色に染めるのが流行ってるんだから、染めることが当たり前なんですよね。それは、その毎日毎日ご飯食べたり、寝たりするのと同じように、あの、流行りにした、流行りに乗るのが、その、なんていうかな、原点なんですよ。座標軸の、あの、ゼロ、ゼロ地点なんですよ。うん。XY 座標があって、あの、流行りに乗ることが、座標軸ゼロなんですよ。だから、 私の母のように、その黒い髪の毛のままっていうのは、あれなんでずれてんのな,なんか意味があって、何か主義主張があって流、流行りに乗らないで黒髪のままになってるっていう風にですね、思ったらしいんですよね。なんであなたは髪の毛染めない,染めないんですかなんか主義でもあるんですかって聞かれたんだって。でも別に主義なんかないよ。必要がないから染めないだけっていう、私の母は誇らしげに、 なんか話してましたね。まさにそれがね、自分教なんですよ。だって、自然のままでいることに何の理由があるんですか自分の髪の毛生まれつきのままでいて、ななそ,そこに理由はないでしょってね。あれ、逆に染めるんだったらそこに理由が必要でしょってね。でそれは、自動車を買うんだったら自動車買うなりの理由が必要でしょテレビゲーム買うんだったら、テレビゲームを買う合理的な説明が必要でしょ理由が必要でしょっていうね。 っていうことなんですよ。まあそういう両親のもとで育ってきたから私は自分教になったんだなって思いますね。ですから前から私が言ってるように仮想通貨には価値がないとかね。仮想通貨には価値がない。学校でいじめられたら不登校になるのが最善だとかね。それからテレビが変更報道をしているとみなすことには問題があるとか、男性専用車両は 導入してはいけないとかね、目祷なんてほらしいっていう、それらの考え方っていうのは、すべて、両親のえ教育環境というか、その環境によって、えー、育まれたものなんだなということがですね、まあ、改めてえ、しみじみと感じてるわけですけれども、た、まあ、多分この話を聞いて、視聴者の皆さんは、ああ、歩き人の両親はちょっと変なやつだったんだな、ちょっとこうやって、 なんか色ついてる、赤い色がついている両親のもとでえ育ってきたから、歩き人は変なやつなんだ、変な家族なんだね、みたいな風にね、思うかもしれませんけど、でも私は両親が自分に対して話したことで、いや、これはまずいだろうとかね、これはふざけんなとかね、あの時の発言で今でもね、 えー、恨みに感じてるとか、そういうのも結構あるんですよ。だから別に私は、両親、お父さん、お母さん、本当にありがとう、素晴らしい両親のもとに生まれて、本当に僕は幸せですとかねで。そういうつもりはなくて、そんなに別に私は、両親を高く評価してるわけではないんですけども、ただその、自分教って意味では、あのー、素晴らしい教えだなと思いますね。もしも両親が自分教信者ではなかったら、もしかしたら自分は仮想通貨買ってたんじゃないかなと思うんですよね。 仮想通貨みんなが「いいよいいよ買うべきだよ」って言ってるから「もうじゃあ買いましょう」「値段が上がってるってことは価値があるんだよねじゃあ買いましょう」って言ってなんか、あのー、大暴落して大損でっていうことになってたかもしれないなって思うといやまあそういう意味ではこのねこの2人から生まれてよかったなって思うこともあるんですけどもまあ別に私は皆さん自分今になりましょうみんな今日なんかやめましょう って言いたいわけではないし、お父さん、お母さん、本当にありがとう、この年になって、親のありがたみが分かりましたっていう感謝の気持ちを表明する、感謝したいんだったら直接言いますからね、そんな視聴者の皆さんに、僕はお父さんやお母さんに感謝を示すことのできる心のある人なんですなんてアピールする人ないから、私はあの両親に対して、今でもあ、あいつ、あの時あんなこと言ってくれたらふざけんなってね、怒ってますんでね、今でもね。 ああ恨,恨みがね、もう恨,恨み、ね、粘着質ですので <laughs>、まあそんなわけで、これからも自分教で、自分教を原理主義で人生歩んでいきたいなと思います。